でもパワー半導体なら電気の流れをコントロールして無駄を抑えます。こんな小さな部品で大きな省エネが実現するんです。世界中何万何億の電力の無駄を抑えていければ、チリも積もれば山ほど省エネ。東芝の技術がカーボンニュートラルの未来を作る。その日々は積み重なる。失敗しても挑み続ける。乗り越えて成長する。それが時には誰かの背中を押す。誰か。